はい、こんにちは、まめと申します。シャドウ実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、前回マジでめちゃくちゃショックだったんですけど、あのまいちゃんがこの事件の犯人だったなんて。いやマジで、阿久津くんとまいちゃんはね、正義感の塊、絶対しろってちょっと信じてたんで、まあ阿久津くんは初め疑ってたんですけどなのでどちらかといえば、阿久津くんが犯人だったら、あーやっぱそうか、いいよつぶってってなるけど、まいちゃんは本当に信じきってたんで、いやマジでショックがでかいですね。もう固定概念に縛られてたんで、まいちゃんが何かやらかすとか思ってなかったんで、ショックがでかいです。ということで続きからやっていきたいと思います。いやーもう本当にマジですかって感じですよ。ということで、前回先生話したんですよね。で、かなたんは一番最後に話そうって言ってたんですよね。もう本当かわいそすぎて見てられなかった前回。なのでまずは、あ、このプール編を救出組、牧島先生とはじめくんですね。こっちの話もどうなってたのかめちゃくちゃ気になるんですよね。はい、お話しかけていきましょう。とグルスくん、ちゃんと任務達成したわよ。わかってるわよね。ええ、十分です。黙っときましょう。そういえばそうでしたね。牧島先生も弱みを握られてたんですよね。確か黒崎先生と同じ、はい、理由だったかな同じ弱みだったかな。はい。え、何の話？知らなくていいわ。あなたには関係ないわよ。そうそう。大人の女性の秘密ってやつだ。なんかその言い方エッチいいと。ちょっとあの、はじめくんと思考回路がちょっと同じでしたね。なんかエロいな、それ。でも、うまくやってくれましたね。いい演技でしたよ。あれ、血のりとか、いつ、どうやって準備したんだ？何だったんだ？何使ったんだろう？どうも。ちょっと待って、あのはじめくんとかぶりすぎなんですがやっぱ私も脳筋おバカだったようですいや筋肉はないけどな、ただのバカか。それは悲しい。あの血のりとかカッターはどうしたんすか？血はペンのインクをトイレで食料の袋に詰めただけ。カッターはそもそも教室の、教員用の机にあったし。へえ、なるほど。で、服の中に袋を入れといて、それを刺しただけよ。へえ。それより、今回なんで私に協力をお願いしに来たの？もし私が犯人だったら、どうする気だったの？だって、あの時犯人じゃないって断言できたのは、先生だけでしたし。なんでよ。先生、あれだけ、先生、あんだけ疑われてたのに、自分が罪人であることを認めなかったじゃないっすか。あれで十分っすよ。そうだね。犯人の舞ちゃんは罪人になりたかったんですよね。はい。罪人になることで、ね、みんなの目をかく乱させるというか、自分から外させるためでしたね。なるほどね。それにしても今考えると危ない賭けだったわね。あれで榊さんがルール違反とか判断してたらどうすんのよ。そうならないために釘は刺してただろ。これをルール違反と判断されたら会議の意味がなくなるって風に言っといたからよ。え、なんでそれを刺したことになんの？今回榊の目的は自分が罪人になった上で滑舌がプロプロ、ごめんなさい。三日月たちを殺し自分を疑いから外す、ことだったわけだ。あそこで三日月たちを殺してしまえば、罪を自白するタイミングがなくなる。それなら、殺した後に自白すればいいんじゃないの？先生、本当に分かってねえな。そうしたら、なんでもっと早く言わなかったんだって、榊が責められるだろう。だから罪を告白するタイミングは、あそこしかなかったんだよ。つまり、榊が罪を自白しきるまでがタイムリミットだったわけだ。その後に俺がちょっと時間を延長させたがな。なるほどね。だからあなた、メモに教室を出てから5分以内にやれって書いてたのね。それであんなに焦ってたのか。
でも意外と時間かかってたな。何かあったのか？そっちサイド気になります。だってドアの前に資材が詰まった木箱が置かれてたんだぜ。だからさすがにちょっと手間取っちまった。ああ、やっぱりバリケードがあったのか。はじめを突き沿わせて正解だったな、力仕事。はい、ありがとうございます、はじめきゅん。はあ、っていうかクルス君、あなたヤバすぎ。一体どんな環境で生きてくればそんな風になるの？まるで汚い大人みたいなやり方よね。その汚い大人をいっぱい見てきたんすよ。宗教で狂う親に、それを食い物にする大人、それを冷やかしに来る大人に、噂話で盛り上がる他人事な知り合いたち、もう修羅をくぐり抜けてきたんですね、今日野球は。こんな環境でまともだったら奇跡ですよ。ごめん、悪いこと聞いたわね。いいっすよ、別に。とにかくこの二人に与えた任務が無事に達成できてよかったな。今回一番不安だったところだったからな。結果オーライってやつだ。よかった、本当にありがとう。二人とこの後面倒なことになりそうと。もうだってこのクラスで3回目の事件ですからね。一番なんかこういうのに関わりたくない先生なのにね。ごめんね、本当にマキシマティーチャー。今日ややっぱさすがだな。それでこそ俺の相棒だ。もう相棒って響きたぎる。いいですね、男の友情だわ。と、あ、そして凛ゆのたんねえ、すごい心配してたもんね、ゆのたん、凛ちゃんのこと。凛ちゃん、無事で本当によかった。ちょっとそんなに泣かないでよ。だってああ、もう照れてる、かわゆす。ゆりゆりしやがれ。いと、つうかお前なんで監禁なんてされてたんだよ。だって仕方ないじゃない。シャワー室でユノが倒れてるって聞いたから焦って。ほう、それで中に入った瞬間に鍵をかけられたのよ。なるほどな。とにかく今回も助かったわ。ありがとう、二度もあんたに助けられちゃったわね。ほの字、どっちのヒロインを選ぶんだってな。クルス君、ありがとうございます。どういたしまして。はあ、それにしても本当に死ぬかと思ったわ。本当に死にました、3回ほど。どうやら三日月もかなり疲れが溜まっているようだ。少しそっとしておいてやるかと。いや本当にこの世界線では無事でよかったです。クルス君、本当にありがとうございました。と、もうね、京也は有能なのに私が無能なせいで凛ちゃんを何度殺したことか。疲れたよね、ごめんね本当に。そんでもって、はい、相馬キュンと阿久津くんとな。はい、クルス、お、なんとか解決できたぜ。最近ね低い声が出ないんですよね。まあまあまあ、いいことなんですけどね。さすがだ、やっぱりお前はやべえよ。褒め言葉として取っておこうかね。どうした、阿久津、榊はずっとあんな風に思ってたんだろうか。だろうな、ずっと溜め込んでいたのさ。それがこういう形で爆発したんだよ。つうか、榊がガスの作動装置を持ってたんだったら身体検査やっちまえばよかったな。なら一発だったのに。バカ、そんなことすりゃ榊は身体検査前にガスを作動させたに決まってんだろう。ああ、そうか。ああ、それを誰かが言い出すんじゃないかと結構ヒヤヒヤしたんだぜ。そうなったら俺がそのことを説明するために出しゃばらなければいけなかったしな。そうだったのか。それに今回の榊の目的はあくまで三日月たちの抹殺だった。理想系は罪人として選ばれることだが、達成困難なら迷わずガスを作動させてた。まあですね、本当に作動させてましたね。罪人に選ばれるってのは可能ならってことか。ああ、
だから言ったろ、理想系だってな。この会議は榊自身を疑いから外すためのものだったんだよ。どんな邪番だったってことさ。そういうことか。どうしてそこまで非情になれるんだ。阿久津、誰もがお前みたいに綺麗には生きられないのさ。非情にならないと死んじまうことだって世の中にはある。そうだな。阿久津も相馬も今回の事件で思うところはあるようだ。そっとしておいてやるかと。いや、そういえばさ、今回の犯人は舞ちゃんだけどさ、さらにその裏にさ、絶対さ、全部の事件に関わってる黒幕がいると思うんですよね。いや、本当に誰なんですかね。全然わかんないんだけど。さすがにさ、あのプール側にいた4人の中にはさ、いないよね。だって本当に死んだんだもん。自分が死ぬようなことはさすがにしないよね。そんなおまぬけなことはしないと思うんだけど、どうなんでしょうかね。団子三姉妹と。はい。クルス君、無事だったようだな、この世界線では、っていうのが聞こえる。あのクルス君が助けに来てくれたんだよね。助けたのはハジメとマキシマだろ。でもその状況を作ったのはクルス君なんでしょ。まあな。ありがとうね、私たちを助けてくれて。ついでに助けただけだよ、別に感謝しなくていい。うん。でもまさか舞が私たちを殺そうとしてたなんて。じゃああのガスってやっぱり本物だったの。本物でしたね。しのぶちゃんも死んだよ、3回ほど。だろうな、なんせお前らを殺す唯一の凶器だ。そんな。これも私たちがやってきたことが永遠になってるってことなのよね。どうやらこいつらも本気で反省しているようだ。もう俺が脅さなくてもこいつらは何もしないだろう。動画消しといてやるか。そうか、ゆのちゃんにした数々の暴力行為の動画をまだ持ってたんですね。京也くん、ゆのたんの動画はちゃんと消しましたか。一人で楽しんでないよな、大丈夫かな。はい。こんなのやだね、こんなことになるなんて。となんでよ、なんで前が私よと。はい。あれ、もしかして阿久津くん、これ舞ちゃん好きだった説あるよ、榊と。確かにいつもなんか一緒にいましたよね、仲良しそうでしたよね。なんか舞ちゃんといない時は阿久津くんといたような確か気がするんで、もしかしたらそうなのかもしれないですね。そしてやばい、もうカナタンに話しかけるの辛すぎんだけどね。今回一番ショック受けてるだろうね、カナタンが。クレス君、なんで、なんで舞があんなことしたの？ねえ、教えてよ。知らねえよ。クレス君は分かってるんでしょ？教えてよ。知らん。俺は別にあいつと友達じゃなかったからな。きっと誰かにやらされたんだ。舞はそんなことできる人じゃないもん。うるせえな。現実を見ろよ。あれが紛れもない榊の本性だよ。だから榊からあんなこと言われてたんだろうが。でもまあ、カナタンの言うこともあながち間違ってはないよね。絶対に裏に誰かいますもんね。お前はもう少し人について深く考えろ。表面だけで判断してるからこんなことになるんだよ。いや、でもどう見ても舞ちゃんいい人っぽかったもん。わかんないよ、そんなの。だって信じてたんだもん。そんな綺麗な心を持ったカナタンでこのままもいてほしい。信じてたね、いい言葉だけどな。それ言っちゃうだけで相手に責任を押し付けてたって考えたことないのか。榊も多分お前のそんな様子に嫌気がさしてたんじゃねえのかよ。そういうところがあいつはうざかったんだろ。いや、追い打ちをかけないで、京也くん。ちょっともうちょっと優しい言葉で言って。
信じるってのは使いどころを間違えるで、もう噛みすぎて。信じるってのはな、使いどころを間違えるとやべえことになる難しいもんなんだよ。しっかり覚えとけ。学びました。もうかなたんも学びましたから、あまりきつく言わないであげてください。よし、これで多分全員と話すことはできたと思います。じゃあ瀬崎くんに話しかけましょう。これから永遠と事情聴取でしゅね、いいかなと。はい、そろそろ切り上げる、 OK、 どうと。はい、どうぞ。はあ、ショックすぎたわ。その後、俺たちは今回の事件について警察に詳しく話した。その後は応援の警察の連中がやってきて、シャワー室で作動している塩素ガスのことを話して対処してもらった。やはりガスは本物だったらしく、榊が本気だったことがみんなに伝わった。それからは結構面倒なことが続いた。警察に何度も同じ話をしたりして、クソだるい数日が続いた。しかも俺のこともいろいろ調べられてしまい、前の檜崎の件やら前の学校でのことやらを、探られたようだ。事件の背後に黒幕がいそうなことも話してみたんだが、榊が一人でやったと言っているらしく、結局スルーされた。おそらくあいつのことだから、このまま俺と黒幕をぶつけたら、俺と黒幕をぶつけた方が面白い展開になりそうだとか思ってるんだろうな、あの最高女め。で、この事件があってからというもの、学校には監視カメラが至るところに設置されたり、学校の防犯設備が強化されることとなった。それはいいことですね。いじめとかもちょっとしにくくなるんじゃないか、学校内での。簡単な設備強化だけらしく、短期間で終わるそうだ。それからしばらく、ようやく事件のほとぼりが冷め始めて一段落がついた。あ、黒幕渡りか作戦会議でもするかな。とりあえずようやく一段落ついたな。お疲れ、インボーと。ああ、お疲れだね。ええ私の声がお疲れだわごめんなさい、本当に。本当にお疲れみたいだ。学友、俺もだいぶ疲れてるけど。ああ、本当に今回はやばかったな。ええ、まさか舞が実行犯だったとはね。ああ、なかなか面白いやつだったな。いやいや、どういう感想だよ。仕方ないわよ、こいつもかなりぶっ飛んでるし。褒め言葉として受け取っておいてやると。で、ちょっとやべえんじゃねえの。さすがにそろそろ黒幕を見つけねえとまずいだろ。ああ、それなら心配いらない。目星がついてんの、京也くん。誰？え、どういうことだよ。マジで？もう正体は分かった。はあ、嘘だろ。え、皆さん分かりましたか、黒幕。私は全然分かってないです。でもあの教室の中にいたんだよね。え、マジで分かんないんだけど。いいや、嘘じゃねえ。今回黒幕は致命的なヒントを与えてくれたからな。あった、そんなの。マジかよ。そもそも考えてみろ。今回榊は自分が罪人になることで自分を犯人候補から外そうとしていた。なら誰を犯人に仕立て上げる気だったと思う？犯人？あのプール側にいた人たちかな。牧島先生ではないよね。あ、それはわかんねえ。多分監禁されてた私たちの中の誰かでしょ。正解。マジかよ、なんでだ。死人に口なしだ。死んだ後に部屋でも、捜査されたから証拠が出てくる。待ってちょっと目が節穴すぎて。死んだ後に部屋でも捜査されたら証拠が出てくるようになってるんだよと。そういうからくり。証拠って？例えば今回の計画の内容が書かれた文章とかな。はあ、お前それって。そう、今回榊が罪をなすりつけようとしてたのは
これを計画した黒幕なんだよ。え、待って、プール側にプール側に黒幕がいるんですか。でもさ、そうなるとさ、しのぶちゃんしかいなくない？だってさ、あの二人は絶対違うもんね。うん、利用されてたって感じだもん。なんでそんなことがわかるんだよ。今回三日月たちが監禁されてた場所なんだけどよ、思い返してみるとどうにも変なんだ。何が？今回の榊の目的は三日月たちを殺すことだったくせに、食事やトイレなんかを用意してるの。確かに変だよね。ちょっと待って、鼻が。失礼しました。変に思わなかったか。変だね、確かに。ああ、そうか、殺すことが目的ならそんなの用意する必要はないよな。そう、このことから言えるのは、今回黒幕が企てた計画は本来三日月たちを殺すことじゃなかったはずだってことだ。多分単純に黒幕の計画は有村さくらを自殺に追い込んだ罪人を特定するだけだったんじゃねえか。つまり本来塩素ガスはハッタリだった、ハッタリだったはずってこと？ああ、なんせあれは作動したら終わりってな代物だ。本物か偽物かを確かめるなんて普通はできない。で、黒幕の本来の計画の犯人役はおそらく三日月お前だと。なるほどね。私？ああ、お前は過去に有村を栗原のいじめから救っている。このことがうまい具合に動機になるからな。それで私が巻き込まれたわけね。なるほど。そう。だが榊は何らかのきっかけで黒幕の正体に気づいちまった。で、塩素ガスを本物に変えた。賢すぎて。賢。やばすぎじゃない、舞ちゃん。だっていち早く黒幕の正体に気がついて、ね、こんな仕掛けを施したなんて賢すぎだろう。なんでそんなことを？だって自分がそんな計画を実行したことを知っている人間を野放しにしたくないだろ。俺にはその気持ちがわかる。それにあいつ、私は失敗した言ってたって言ってたしな。この失敗って何のことかと思ったが、多分黒を殺すことだったんだろうな。うわ、なんつー頭脳戦だよ。やっべ、全然ついていけねえ。俺もです、はじめくん。要は、黒幕は飼い犬に手を噛まれたのさ。そうだね、死にましたし。で、それは誰なんだよ。三日月、お前は気づいてるみてえだな。ええ、実はあんたが話す前から分かってたわ。ほう。私さ、今回教室に集められたのって生徒だけだと思ってたのよね。でも実際は牧島も黒崎も巻き込まれてた。それが？私たちの中にこういったやつがいるのよ。先生たちもいるんだしねって。誰が言ったっけ？いやでもよ、牧島は担任なんだし、そう思ってもおかしくはないんじゃねえか。ちゃんと聞いてた？タッチって言ってるのよ。牧島はともかく、なんで黒崎がいることまで知ってるのよ。へえ、そいつはおかしいな。黒崎は俺らのクラスの担任でもなんでもないからな。でそいつの正体って誰なんだよ。今までの計画を、違うこんな大事なところで読み間違うなんて。今までの事件を計画した黒幕、皆さん誰だと思いますか？まあ、しのぶちゃんしかもう思い浮かばないよね。それは、やっぱそうなんだ。まあでもこのパートに来るまで分かんなかった、しのぶちゃんが犯人なんて。この屋上での会話を聞くまで分かんなかった。雨宮しのぶだと。ああ、終わった。はい。
次のじゃあチャプター4ではしのぶちゃんを追い込んでいくんですね。みんなの前で炙り出しってか、 To be continued と。はい、おまけシナリオどうしよう。榊舞の本心、うおー京也様の弱点、え、ちょっとこれは次回見ていこうかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回でもチャプター4配信されてからこれ見ていこうかな、どうしようかな迷ってますが、とりあえず今回はここで終わっときたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。いやマジでしのぶちゃんが犯人だったなんてね、黒幕だったなんてね、驚きですね。ということでチャプター4楽しみに待っていましょう。ではバイチー。